デビット・キャッシュはアメリカ合衆国のプロレスラー。バージニア州、ウェインズボロ出身。キット・キャッシュのリングネームで知られる。1990年、ロックンロール・エクスプレスで有名なリッキー・モートンに支持し、プロレスラーデビューを果たす。リングネームを多種にわたり使用するが、デビット・ジェリコ名義で落ち着き、メリーランド州を拠点とする、MCW、サウスカロライナ州を拠点とする。 PWF などのアメリカ東部のインディー団体で活動。1996年10月、ECW に入団するが勝利に恵まれず1998年4月に活動の舞台を WWF に移し、WWF ライトヘビー級王座戦線に加わり、WWF ライトヘビー級王者である高、道のくへの挑戦、トゥーマッチと、 短期構想するが故障により早い期間で出場機会を失いたい1999年6月 ECW に復帰。9月よりリングネームをキットキャッシュへと変更。田尻義弘、スペルクレイジー、リトルグイドといったレスラーたちと、小評ながらも無人像に動き回る三ウェイダンスで、一躍観客からの支持を得る。タッグ戦線でモノバ、クリス・チェッキと、 トリオユニットを結成して、ダップス、ダニー・ドーリングロードキルト構想を展開。2000年8月26日、ECW オン・ t n v にて、ECW 世界 TV 王座を保持するライノに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。王座退官後、9月9日、ECW ハードコア TV にてライノにベルトをダッシュされ、構想へと発展するが2001年1月。 ECW は崩壊することになった。ECW 崩壊後、WCW やフロリダ州の XWF などに転戦。2002年8月、ティネと契約を交わし入団。ティネ、X o ザ戦線において、ECW 時代の経験から、ラダーマッチやイルミネーションテーブルマッチなどのハードコアマッチに適応して活躍。2003年2月12日、ティネ、 X 王座を保持するソニーシアキに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。2004年2月、ダラスとタッグを結成して3月24日より、開始された NWA 世界タッグ王座争奪トーナメントに出場。決勝まで進出し、クリストファー・ダニエルズローキーと対戦して勝利し、優勝と同時に王座を体感した。 4月14日、ディーロ・ブラウングラン・アポロに敗戦して、ベルトをダッシュされるも、同月21日に再戦を行い勝利して、ベルトを奪い返した。タック戦線のトップとして活躍していたが、ティネに対する批判が多かったことにより2005年4月19日、ティネから解雇となった。ティネ解雇後、5月に、w、WE と契約を交わし、入団。 6月10日には WWE が ECW ワンナイトスタンドに戦後を開催する前にアンチテーゼを唱えたシエンダグラスが先手を打って開催した ECW リユニオンイベントであるハードコアホームカミングに参戦ニコールドスコーピオと対戦するが敗戦した同月19日 WWE の前座番組であるヒートにてパジリと対戦するが敗戦9月より 参加団体である DSW へと降格。10月に WWE へと昇格後、スマックダウンのロースターへと登録され、WWE クルーザー級王座戦線で活動。12月18日、PPV であるアルマゲドン2 0 0にて、WWE クルーザー級王座を保持する不便2に挑戦して勝利し、王座を奪取した。2006年3月、 ジェイミー・ノーブルとピットブルズのある強犬タッグチームを結成し、スマックダウンの前座番組であるベロシティで活動するが、そこを不良により9月27日に WWE から解雇された。2012年、ティナ・ WWE 解雇後、2007年よりアイルランドの E はテネシー州のソウに参戦。2010年8月8日、 ティネの e c w リユニオン PPV であるハードコアジャスティスにてサイモンダイアモンドジョニー・スウィンガーと組んで FBI と対戦するが敗戦した。2011年6月ティネと再契約を交わして復帰。ティネ X ディビジョン王座戦線にてオースチンエリーズとベルト争いを展開するがダッシュするに至らなかった。2012年11月15日 ティネ X ディビジョン王座を保持し、ECW 時代の名優であるロブ・バンダムに挑戦するがベルトをダッシュするに至らなかった。2013年2月2日、ティネから解雇となった。フィギュア4レッグロックほか、アメリカのインディー団体を中心に多数のベルトを獲得。ありがとうございます。